じゃあ今から蒔絵を作っていこうと思います。本日の蒔絵は半日分、プラス水深が5メートルぐらいなので、それに合った蒔絵を作っていこうと思います。まずぬか抜管半分ぐらい、これに砂を1リットルぐらい、1リットルぐらい、それにまとまりを出すためにチヌパワー、これこんなもんかな、こんなもん、目分量。まずこれ粉をしっかり混ぜていきます。そしてこれだけではもちろん集魚力が足りないので、オキアミを使うんですけど、半日だったらこれぐらいで十分だと思います。刺し餌の分ね。刺し餌の分。これぐらい？刺し餌分取っといて。うい。よし、これで。あとは、現地で水分を足して使っていこうと思います。はい、終了。現地に着いてみると、ものすごい風で、こう、喋ることができなかったんで、今回はアフレコを中心に動画編集していこうと思います。一人深瀬氏さんがもうすでにチヌ釣りやられてまして、状況を聞くと、まあ当たりが2回ぐらいあったぐらいで、チヌはまだ釣れてないとのことでした。先行者の方の釣りを少し見させてもらったんですが、半誘導で浮きを浮かせて、テトラ際を結構近い距離を釣られてたんで、僕は逆に、透明で浮きを沈めた全誘導沈め釣りで挑戦しようかなと思いました。今日は大成功の00使います。今先打ち蒔絵を売ってます。だいたい竿2本先ぐらいを目安に釣りをスタートしました。これが、2投目です。全誘導沈め釣り。ガン玉は売ってます。ガン玉売って結構しっかりと沈めるような設定にして、全誘導沈め釣りをやってます。2分ぐらい流して今仕掛けを回収しようとしてるんですけど、あれって感じで、あれ何重って今びっくりしてます。おおって、魚ついてるやんみたいな。本当、深瀬釣りって、釣れた。まあその状況、仕掛けと蒔絵の同調が合えばこんな感じでもうパッと釣れちゃうんで、本当勝負の早い釣りだなとでかい思います。奇襲釣りではね、なかなかこうはいかないですから。深瀬釣りはもうたびたび開始1投とか2投目でポンって釣れることが多々ありますね。サイズ的には 43C っていう両型のチヌが釣れてくれました。そんなに引かなかったですけど、針は飲み込んでたんで、今、これハリス多分切ってるところです。まさかの2投目で釣れました。全然釣れるなんて思ってないから、油断してたら。いやー、2投目で釣れちゃいましたね。焦るわ、ほんまに。釣れました。地合いっすね。引き続き、1匹目が釣れた竿を2本先ぐらいのラインで釣りをしています。あんまり風が強かったんで、あんまり遠投をすることが結局はできなかったです。2本先3本先ぐらいでこの日は釣りをしてました。当たり？
当たり。よっしゃ、来た。この一頭は結構まあまあ分かるような当たりが出てくれました。小さいか、軽いんでそんな大きな魚じゃないんですけど、結局この一頭で釣れたのはキビレでした。20分ぐらい経ってます。先打ち巻きへ打って、その後仕掛けを今投入しようとしてるところです。巻きへ打ったところよりも遠くに仕掛けを投げ入れて、リールで巻いて浮きを巻きへ打ったところらへんに、持ってくる、そんな形でやるのが一番同調させやすいかなと思います。1分ぐらい流して、今これ誘いを入れてるとこなんですけど、誘いを入れようとしたら、かかってたって感じです。こんだけやっぱ風が強いとなかなか穂先やラインで当たりを取るのは至難の業でした。うわ、強い強い、元気やな。よっしゃー結構引きましたこいつは。隣の深瀬氏さんはもう帰られました。さらにね、風が強くなってきたのでG5 のガン玉をハリスに追加してます。先打ち巻き絵を打ってます。まあ今見てると同じぐらいの当点です。竿を2本先ぐらい、仕掛け投入して後打ち巻き絵打ってます。かかった。小さいか。この風の中、穂先とラインで当たりを取るっていうのはなかなか至難の技でした。まあ、結局聞き合わせしてから合わせるっていう形が多かったような気がします。3枚目キビレ、もう釣り開始からもうご覧の通りの爆風で、ほんとね大変でした。これはもう全く当たりが分からなかった1枚キビレです。回収しようとしたらもう釣れてたっていう、そうですね、25、6センチのキビレです。お、お、お、よっしゃ来た。あー、ちっちゃいな。うわ、キビレ、キビレです。乗ってる。よっしゃ、これはサイズでかいよ。まあまあ、うい、ゲット、やったやった、嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。
4枚目か4枚目やな。キビレ入れて、お来たよ、キビレだ、こんちくしょう、キビレだ、まだキビレいるん。お、お、食ってる、よっしゃ、これはチヌっぽい引きやな。信じた俺がバカでした。信じた俺がバカでした。キビレです。まあでもキビレですけど連チャンスね。よっしゃ、チヌかな。これはちょっとチヌっぽいよ。いや、いや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 、チヌだろ。うわキビレ。うわキビレンちゃん、キビレンちゃん、キビレンちゃんです。キビレのスイッチが入りました。はい、今日は終わろうと思います。いやーもう風が強くて強くて、今もまた吹いてるんですけど、なかなかね風が強い中吹かせ釣り、軽い仕掛けで難しかったんですけど、まああの浮きを沈める釣りを今日もやったんで、そういう意味ではあのやっぱり沈め釣りって風に強くて、うん、風に強くていい仕掛けだなと感じました。今日改めて、これから季節は寒くなりますが、吹かせ釣りは暑い季節になってくると思うんで、また吹かせ釣り挑戦していこうと思います。それでは皆さん、さようなら。